もう手置きするから気持ち悪いって言われがちなの。お前サンタだよ。ちょっとね、昨日本当はねやっていなかったのにね、なんかねちょっとなんかびっくりするほど時間がなくってできなかったから、今日赤嫁かなんて言ってるかわかんない。お前サンタだよ。よいしょ。今日なんだかめっちゃ美人さん、お今日もなんだかめっちゃ美人昨日の声、あ、ありがとうございます、嬉しい。残業サンタ、そうだね、残業サンタ。これ本当はここにね、紐があってね、紐後ろでリボンになってる。いい感じ。衣装借りてきた。うん、これ自分のリボン付きだよ。イエーイ、グッドモーニング、ありがとうございます。いい感じじゃないですかあ、そうそうそう、それで昨日ちょっとあ、ライトありがとうございます。ライト、ライト、ライトをつけるわ。昨日ちょっとね早く終わらなきゃいけなかったじゃないわ、早くね、切らなきゃいけなくなるのが嫌すぎて1分1秒でも早く長くするために昨日の壇上を読んでないので、昨日の壇上だけちょっと読み上げてから本題に入りたいと思います。いい週間。まずライトオン、よし、ナイスライトライトオン。はい、ということでちょっとまずは昨日の壇上を読みますね。あ、 iPad でね見てるのでよし、いきます。昨日の13位から。13位、下総さん、ありがとうございます。今いらっしゃらない方、もしかしたらいるかもしれなくてごめんね。あ、昨日の壇上を読みます12位新春さん、ありがとうございます。11位秋広さん、ありがとうございます。10位リュウさん、ありがとうございます。9位達也さん、ありがとうございます。8位たかちゃさんさんさん、ありがとうございます。7位ことぶきこうじさん、ありがとうございます。6位りやまさん、ありがとうございます。5位つるさん、ありがとうございます。4位まーさんさん、ありがとうございます。3位すいばらの赤 T さんさん、ありがとうございます。2位ローさんさん、ありがとうございます。そして1位が日焼けさんでした日焼けさんさんでした。はい、まだみんな行かないでねここからだから、みんな。はい、これが昨日の壇上でした。ありがとうございました。またね、やめて待って、みんな行かないで、まだ行かないで、ここからなんだよ。私何、今日今何分やった、やまだね5分行ったか行ってないかしか行ったやってないで、メリークリスマス、ありがとう。今来たばっかり、そうだよ、私も今始めたばっかりだよはい、ということでみんな行かないで、どこにも、これからが本題なので終わっちゃうんだ、泣かないで、まだです、まだですあと何でしたっけ、そう、明日ね明日クリスマスプレゼントがたくさん届きます。お、そうなのか、それはよかった。フラゲ日ですから、そうですね、1日前ですもんね。さあ皆さんのお手元にどれだけわたずらが来るか昨日の萌えサンタ買いすぎてよかった、投資しそうだったサンタさん、サンタさんです、サンタさん遅刻したのか昨日本当はやりたかったんだけどね。よし、それでは私は昨日の公演のあれこれを話したくって、あ、テレビジョンインタビューありがとうございます、見てくださって嬉しい。
テレビジョンさんのインタビューにも出演させていただきました。あとなんだっけ、そうゆきちゃんと一緒にね出させていただいたんですけど、ぜひご覧くださいませ。あの写真が思ったより私清楚だったし終始真面目でした。めっちゃ真面目だったよ。仕事に戻ります。お頑張ってください。いや、ま、お仕事大変だ。萌えサンタさん年末に特番にも、あそうですよ、またね、またちょっと、そう、そろそろ告知、本格的に告知を始めたいと思います。枯葉に埋められるもっちゃん見た、本当にありがとう、年末のやつね。丸鶏のサンタ帽も本当に良かった、嬉しい、夜公演でたくさんレースもらえて嬉しかった、やったー、届いてよかった。ということでね、そう昨日の公演についてなんですけれども、いろいろ話したいことがあるんだよな。まずパーティー、夜昼公演のパーティーで昨日ひろくんありがとうね、昨日のお昼公演のパーティーが始まるよ、で、あの時間のない国へ、ジャグジャーン、ジャグジャジャジャラジャラジュッジュッジュッジャってやった時に、あのみんなでメリクリメリクリサンタトナカイでたまたなんとかかんとかって言い始めるやつ。なんとかそうプレゼントフライングしたじゃん、それはね昨日の夜の昨日の配信出たと思うので、それで裏に戻ってからみんなにあれさ誰がフライングしたのって言われて、あれ誰が何言ってああなったのって言われて、あ先生杉本ですってなって、先生私なんかあのチキンって来る前に私フライングしましたって言って、ちょっと夜は頼むよって言われて、先生先生で無事ですね、夜はちゃんと言えたの、あの 夜公演の私の表情まだ自分も見てないんだけどさ、おそらくこのめっちゃ真面目メリクリメリクリまでめっちゃ顔あの似顔絵じゃない笑顔で言ってんの、めっちゃ笑顔でちゃんと待ってんだけど、サンタと仲良く始まってサンタなんか次はチキンの後、チキンの後プレゼント、チキンの後プレゼント、すんごいね、すごい頑張って頑張って、あのフル回転しながら、まだチキン、まだチキンだね、まだチキンじゃない、あもうやプレゼントっていう。すっごいそう、あのプレッシャーがすごくって、これあの公演中の顔とは思えないほど真面目な顔してた気がする、これとこれとこれとこれ、あプレゼント、プレゼントにあの命かけてた。頑張りました。あのそのね夜公演、あそうお昼公演はフライングしたっていうのが見どころで、夜公演はお昼公演の過ちを繰り返さないようにするべく、あの公演の途中と思えないような真面目な顔で、これこの今までに何くらいかって首も動いてたけど、数えながらね、これと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 来たプレゼント。頑張りましたね、そこが良かったと思う。そうただならぬ緊張感があった、あそうあの根は真面目だから次こそ失敗してはならぬと、で無事にちゃんとタイミングよく言えたし、でプレゼントイエーイってそこは行けたから良かったなと。そこはねなんとかなんとか良かったなと。お山手線ゲームあたり、あそれも話したいんだよ。無事ね届けられました、あのプレゼント良かった。変身のポーズ、そうはい、じゃ続いてはね変身ポーズですね。まあ、そういうパーティーが始まるようが終わりました。 Dear My Teacher もねいつも通り楽しく終えました。はい来ました、
毒リンゴを食べさせて、それでね、毒リンゴの変身ポーズの部分でですね、今回のお披露声と夜声それぞれコンセプトが違いました。なんと皆さんお気づきでしたでしょうか。毒リンゴ食べてみたい、変われるわ今の私、変身のところでまずお昼公演ね、お気づきでした、さすがです。お昼公演はですね、もう私は変身ってやったんです。はい、このお昼公演の変身のコンセプトは何かと言いますと、ぶりっ子です。なんでって思うよね、なんでだろうね。3期で今日ちょっとどうする、変身何するって時にぶりっ子じゃない、よくわかんない、どういう思考回路でぶりっ子になったかちょっとわかんない。でもよし、ぶりっ子にしよう、完全にみんな本気でブリブリしようってなって、オッケーオッケー。でみんなでブリッコをしました。おのおののそれぞれが思うブリッコをやってました。昨日最善神手最善感、私たくさん見れてよかった、嬉しかった、ありがとうございます。めちゃくちゃブリッコをおのおのしたから、だから私は変身。で思ったんだけどね、スタッフさんにも言われたんだけど、なんか会によって会によってその日のその公演によって変身のこの音程というか、なんて言うんだろう、テンションが違くないって言われて、なんか今回疲れてたのって言われて、いやそれが疲れてたんじゃなくて、ぶりっ子だから変身って多分ね、みんな無意識にね、テンション変わってんの、プロだよね。ポーズだけじゃなくって、そう声質まで変わってて、だから前回さ変身ってこうなんていうの、こういう風にみんなで揃えたのよ、そこね変身。すごい力強かったらしい。そしたらね変身。今回はブリッコで行ったからちょっとね、変身って感じだったから、みんなにどうしたのって言われる。そういうのがあったの、ライダー式だったの。自己紹介のリズムちょうどよかったね、昼夜声、そう今回もう自己紹介ね、ゆっくりではないんだけど、早くはなかった気がする、おそらくちょっと早かったかな、ちょっと早かった。うちらがするのは返信、あそうですね、メールね。萌えたちがするのは返信。そんな感じでした。でね、多分皆さん気になったの夜公演じゃないでしょうか。夜公演懸命に合わせた。テンポがね早かった。夜公演なんですけど、夜公演なんか私気になってましたよね、ですよねですよね。夜公演の変身ポーズはですね、私は変われるわ今の私で、この普通は回るタイミングで萌はユーハのところに行って変身って肩を組んだんですよ。はい、これは俺の女だぜみたいなしたんだけど、伝わったかな、俺の女感バリバリに出していったんだよ、ユーハ俺の女だから。もう頭の中こんな感じ、もう俺の女だからと思って変身って感じだったんだけど、これはねそれぞれリア充とあとクリボッチとかクリスマスにちなんだことをねやってたの、気づいてくれたかな。でちなみに私はマジか、許せない、誰にマウント取ってんの。俺の言うな、ちょ、そこにもしかして萌え嫉妬されてる、ごめんね。萌えは優派と
なんだっけリア充ってことになって、まあユーハの方に行って、で、あの俺のユーハだぜと思いながら変身いやユーハに嫉妬でしょユーハに嫉妬ってことはなんだ、ってことはえユーハちゃんに嫉妬するってことは萌えと一緒、萌えに俺の女だぜって紹介されたいってことで合ってるそう、そういうことでいい、ユーハが羨ましい、よしよしありがとう、もったん俺の男よ私女ね俺の男じゃないから、女にしといて、一応女として生きる覚悟を持ってるからちょっと分かんないけど、そういうことね、あのそうなんです、だからそれぞれあのリア充とクリボッチをあの演じていたので、ぜひそこ誰がリア充になり誰がクリボッチでどうなってるかっていうのをぜひご覧くださいませそう萌えを、だからあの萌えがなんでユーハと肩組んでたのっていうの、あの萌えはユーハは俺の女なんで俺の女だからっていう風にしてね変身してました。アーカイブ見る楽しみ倍増、ぜひぜひ、もうそれがもう目当てで萌え話してるからもうちょっとそこ変わってちょ違うでしょ、もうもっちゃんが変われなくてユーハと変わりたいって思ってほしいんだけどな見てきた、なるほど、よしよしよし、みんな今 DMM 同時に開いてもらえたらすごくいい感じに話が分かる気がするぜひとも見返してくださいませ、萌えさんのイケメン度が上がりまくりやでしょ、俺の女だから好きこれ肩組んでたから、ぜひあのそんなあのユーハと萌えのこのあのイリア充感を感じてくださいまあ2人とも俺の女だけどなイケボでそこは言わないでぜひとも確認しといてくださいませ、それがね夜公演のあの変身ポーズでした、本当にねあれは面白かった、あのまさかの振りを捨ててまでリア充になりに行ったからね変われるわ今の私で、ここ本当は回んなきゃいけないよ、悠々とユーハの方に歩いていき移動してへーしってやったからリア充爆発しろって言われるから気をつけて、気をつけますスイスを取られなくてよかったっすいや油断しちゃいけないよ、あのスイスイも萌えの女だからスイスイ萌えの女だからね、わちゃわちゃしていますね、そうわちゃわちゃしてるよ、めっちゃわちゃわちゃしてる、回ってないところ映ってなかった、あよかった萌えとユハね回ってないからあのぜひそこもご覧くださいませあとなんだろう、あとなんだろうな、待ってる人が映った、あ DMM さんはじゃあ気づいてたおこの子たちは振りを捨てていったから待ってる子健全な子を映しとこうと思われてるあの本当にそんな感じでした、あとはなんだろう、変身終わってMC、ユニットコーナーはいつもの感じで、あとはそれ開けてからの企画か、 MC 企画だ、 MC 企画なんだっけ、ちゃんとみんなが見える画角になった、あ変身のところかな、あとなんだっけその時の MC 燃えゼリフ、あ燃えゼリフ待ってな、でもあれだ、なあ四字熟語ね、私あの三期検定、あそう萌えが回したんだ、その時の MC 三期検定だ、三期検定で皆さんにね昼も夜もあの参加してもらったんですけど、どうでしたでしょうかあれどう、あの皆さんがこうやって
あの参加する方どうなんだろう。エリシェクゴと話題の瞬間にハルちゃんカメラにめっちゃ抜かれてた抜かれてたか。え、なんか皆さん的に大丈夫かな、こうなんていうの、あの参加できるのいい感じ、楽しかった、あ、よかった、いい企画、よかったよかったよかった。そう、なんかふと思ったんだよね、あの参加型どうかなと思って、面白い、あ、よかったよかったよかった。なんかペンライトの色とかもさ、結構さ、もう自分の推し面のカラーに固定してっていうのやってから来てらっしゃる方が多いかなと思って、変えるのは嫌だなって思う方いらっしゃるかなと思ったけど、大丈夫だったかな、ならよかった何色が何番で答えが何か全然、あー、そっか、でもそう難しいよね。じゃあちょっとそこもやるとき、もう一回またやるときは考えてみます。ありがとう。そうだよね、何色が何の答えかね、わからないよね。今固定ペンライトの方そんなに多くないですか、大丈夫、あ、本当に、じゃあよかった、なら大丈夫かな。じゃあ今後も取り入れていけたらなって思います。後ろの LED 使うね、使いたいね、みんなデーデーですからね今後へそうですよね、みんななんか、あ、前のペンライトから振ってくれてるって思ったら、次の曲出たら、あれ、なんか違うこの色になってる俺みんな一歩多再生ですからね、あれ、なんか忘れてしまう、そうか、忘れちゃうよね。ちょっとそれもまた考えときます色変える術は覚えた皆さんなんか、あれ私のカラーだと思ったら、あれまあまあ、でもそれはうちは黄緑水色ですから何ていうの、うん、動揺してるね推しがステージにいる時はステージに威力を振ります。あ、それはもちろん、それはもちろん、ありがとうね。あ、青、赤、黄色で固定に締める、なるほどね、そうしてみるか、あ、なるほど、それはあり、めちゃくちゃあり、そうだね、だから赤、青、黄色っていう風にしておいて、その順、1番を青色、2番が赤色、3番が黄色みたいに、そこは固定にしといて、その順で答えを当てはめていく形にすればいいのか、そうしよう、確かに毎回、今回ね、モネって色変わってたもんね、確かに、じゃあそうしてみます、ありがとう、いいことを教えていただいた、そうしよう、ありがとう。そう、今ね、私たちもね、なんていうの、 MC 考え直そうみたいな風に言ってたりとか、それぞれファンの方の意見も取り入れようみたいな感じでやってるから、いい意見をありがとうございます、貴重なご意見で、なんかそういうのどんどん言ってほしいです、どんどん言っていただければ嬉しい色の順番も、お、すごい、色の順番もうちわの裏に貼ってるさすが、すごい、メンバーが全部考えてる、基本的にメンバーが考えてます。なんだろう、企画自体、なんかこういう企画どうですかみたいなのもメンバーから出してるし、それができるか否かとか、どの公演のどの MC で何をやるかは、それは考えていただいてるっていうか、そのなんていうの、小道具のね、準備とかもあるから、そこはちょっとスタッフさんにお任せする場面もあるんですけど、そういうのはあるけど、基本的には私たちで考えてますね。せっかくの現場ですから、ぜひともこれから観客を巻き込んだ企画をぜひとも OK です。じゃあそうしたいな、そうしていきます。じゃあちょっと今回のご意見、また
行かさせていただきます。ありがとうございます。じゃあそれをね、やってみます。あとそうだね、桜やって、その後四字熟語だね。あの四字熟語もね、あのありますから。四字熟語もなんで出なかったんだろうね。もうなんか一期一会しか思い浮かばなくなっちゃって、どうしよう四字熟語なんだと思って、一期一会だと思って、よっしゃ行こうと思ったら、スモーちゃんが言って、もう頭真っ白になっちゃって、あれどうしようね。なんかね、ステージ上でね、頭回んなくなっちゃって、ごめん、あ、言い訳してます、言い訳してます。西村軍団、そっか、西村軍団って言えばよかったのが、焼肉定食、あ、なるほど、入場無料とか。入場無料、なんだろう、ふと腹痛、あ、ふと、あ、煮魚定食。宿泊、なるほどね、いいね、半額。あ、白米大好き、あ、水ずなつき。四字熟語ってなんだ、ごめん、あ、ごめん、また切れちゃった。なるほどね、前後左右、慢性疲労、推し変禁止、最高じゃん。うわー、それ言えばよかった、そういうの言えばよかった。うわー、うわー、うわー、それ言いたかったな、焼肉定食言いたかったな。いやー、焼肉定食言いたかった。暴飲暴食ね、好きだよ。推し変禁止、絶対命令、漫画喫茶。うわー、いいな、そうすればよかった。もう焼肉定食言いたいな。焼肉定食か、うん、西村軍団って言えば。いやー、そうすればよかったね。なんか頭真っ白になっちゃって、はぁーと思って、できなかった。いやー、本当にありがとうございます。次こそ行ったら西村軍団か焼肉定食っていう、絶対それ言う。信州味噌。OK、 今のうちにストック貯めとこう。ありがとうございます。そうしときよう。そうします、そうします。そう、次に来たいですね。そしたらそれがお昼公演だよね。お昼公演やらかしてたね。で、夜公演の山手線ゲームね。山手線ゲームは最後の最後で私やらかしたよね。クリスマス公演とか書いちゃって、張り切ってハート2つも書いちゃったし。なんかさ、もうあの MC やらかしてばっかりだったね。原信島村、四字熟語でもなんでもなかったね。4文字、暗闇求むには勝てん。確かにあれは本当にただの春チュンのね、あの好きな曲を書いただけだった。あそこはマックスでしょと思って、そこは分かった。クリスマスといえばって言われて、あー、いろいろ浮かんだの。むしろ春チュンもじゃないわ。サンタさんもね、サンタさんも思いついたのけど、いや、ここはさすがにクリスマス公演なんじゃないかと思いまして、研究で。やって掘り返さないで、今あえて触れてないの、みんな触れないの。クライマーと面白かったよね、だよね。そうだよね。で、何かなと思ったんだけど、やっぱりさ、そのクリスマス公演かと思って、
張り切って書いたハート2つも書いたけど誰もいなかった。寂しい、めっちゃ悲しかった。話さらすよ。昼は研究、夜は一級でした。さすが一級。会うと思うのがすごい。え、会わないかな。会うと思ったの、前絶対会うと思ったの会うと思ったの、前絶対さ、前絶対クリスマス来るんだと思って張り切って帰ったね。誰も帰ってくれなかった悲しい、めちゃくちゃ悲しかった。アイドルとしては正解、本当にやってるこっち側の人間としては正解本当にね。でもダメでした。だから次は絶対に、次こそ絶対に合わせる。愛だね。だよね。結局さ、山手線ゲームも3周もしなかったし、なんなら1周もしなかったし、1周もしなかったし、あとそのなんだっけ、あ、今名前で忘れした。合わせるやつ、合わせるやつなんだっけ、合わせるやつなんだっけ、以心伝心、あ、そうそう、以心伝心、以心伝心、それそれそれ、以心伝心もさ、一つも揃わなかったしさ3期生の団結力とはって感じだったよね。いい感じだった。以心伝心ね。萌えセリフ良かったよ、萌えだけに。萌えセリフね、いやもう体勢ついた3期生は個性がついたこと、そうだよね。団結力よりも個性を重んじた3期生なんだって思ってもらえれば嬉しいです荻野大先輩、山手線ゲームのルール知らなかったか、大丈夫、萌えも知らなかったからあ、結構3期の中で山手線ゲームのルール知らなかった子多かった。一回ね説明してもらった一心伝心、あ、一心伝心じゃない、山手線ゲームさ、あれかと思った、なんだ、あ、さ、マジカルバナナ、なんかバナナと言ったら黄色と言ったらだけど、どんどんさ、あれかと思ったの、山手線ゲームって違ったの、あ、それマジカルバナナか、それはマジカルバナナのかと思って、山手線ゲームとマジカルバナナって違うんだと思ってマジカルバナナ、バナナと言ったら黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱいと言ったらお酢、お酢と言ったらもずく、もずくと言ったら海藻、海藻と言ったら何だった、海藻と言ったら続き落としなって話だよね。それかと思ったの、でも違った自分でつまらないで、確かに知ってるのがビックラポン、本当に四字熟語最終ってことは33個出さなきゃいけないことにあの場で気づいて一人青ざめてたいや確かに3週、本当だ、33個も四字熟語出した、それだけのストックを持ってたらすごくない？タケノコニョッキはしてるよ。タケノコニョッキ、ニョッキッキ、エジニョッキ、ニョッキ。で、なんか、重ならないように言うんでね。かぶらないようにか。なになに？バナナと言ったら滑る。滑ると言ったら。私とでも言いたいのか？私とでも言うんですか？いえ、そのまま、そっくりお返しします。滑ると言ったらもっちゃんルームのコメント32個答えは記憶してるんだけど、確かにそうだよね、誰が滑りだいやタケノコニョッキニョッキッキこんばんは、ありがとうございます。もっちゃんのコメントだと大喜利と言ったらこのルームお寿司ネタ33回無理で、お寿司ネタね、確かにもうサーモンって言おうとしたんだけどパッてなっ、サーモン言われちゃったんだよね。でサーモン言われちゃったから
あ、ダメだと思って、でハマチハマチって言ったら次誰だっけ、誰かがまたハマチって言って、あれサーモン、トロサーモン、サーモン軍艦あり、ありっしょまあトロサーモンって言おうと思ったの。でもあのなんかもしダメって言われたら大変だと思って、安全な方のハマチにしといた。アボカドサーモン、オニオンサーモン、花枝がかぶったのか、あ、花枝が言ったのか。確かにさ、ハマチでかぶるってすごいよねこの数ある中でハマチを二人で選ぶ。サラダ軍、あ、サラダ軍艦言おうと思っ、言おうと思ったの。軍艦ね、またそこまで回ってきたら言うわ炙りね、炙りサーモン、炙りサーモンもあんまりね進んで食べないね。美味しいんだろうね、もうあんまりね食べないの。ハマチって出世魚なんだ。ハマチってな、カッパ巻き、カッパ巻きも美味しいよね、シンプルで美味しいハンバーグ言えばよかったハンバーグあるよね。ハンバーグのお寿司ってもはやお寿司じゃなくない、縁側好き、わかる、めっちゃわかる。炙りカルビ、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 おーすごい。ハマチは自分の中では鉄板なんですか。私も鉄板だよ。丸回転寿司って行くの、うん、行く行く行く。やっぱしめ鯖、しめ鯖も美味しい、言えた、すごいでしょ。ハマチはそれこそブリッコ、あ、ブリの子供、あ、そういうことか、ブリの子供がハマチなのか、おー、なるほど。ブリッコごめんね、なんかさ面白いこと言ってくれた、思えすごいと思って。へえー、このハマチはハウマチ、いえこれはいくらです、ではおいくらですか、大丈夫、熱ある、大丈夫大丈夫でしょうか、あの心配になってきました杉本そういうこと心配ですけど大丈夫ですか、熱はないですか、頭痛くないですか、そろそろお水を飲んだ方が療養しないと本当ですよ、あの素敵な絵描いてくださってる場合じゃないよ全部池のせいだ、そうだよ。数の子の親わかる、わかんないかも、もう数の子好きなんだよね、数の子、もうおせちの中で数の子ばっかり食べてる、結構うまいと思う、え、めっちゃうまいよ、そりゃうまいよ、心配の方が勝つよ出世魚、あ、ごめんなさい、もう出世魚って言ったね、出世魚、ハマチ、ツバス、ブリ、あ、そうなんだ、数の子の親は数やろ、え、違うやろえ、違うやろ、え、数の子の親ってニシン、あ、あ、ニシンか、ニシンか、ニシンの、ニシンも好きなの、萌え、ニシンも好きだし、数の子も、あ、萌え、やっぱりさ、味覚おばあちゃんなんだ渋いよね、ニシン好きなの、ニシンのさ、あるじゃん、あのニシンのなんか濃いめの味付けがされたやつ、 なんて言うっけあれ、ニシンの佃煮みたいなやつ、ニシンの佃煮って言うんだっけ、ニシン、ニシンの佃煮だっけ、ニシンの佃煮、ニシンの佃煮、佃煮だっけ、そう、それ煮付け、なんかそんな感じ、そんな感じのやつがすごく好きなの、めっちゃ美味しい、甘露煮、あ、栗の甘露煮とか好き味覚も人生ループしてた、なんかね、なんかもう人生何週目なんだろうね。ニシンは8匹セット、お、なんだそりゃ、8匹セットなの、ニシンの酢漬け、酢漬け、うわ、食べたことないかも、黒豆好きさ、黒豆大好きよくご存知で、黒豆好きだよ。お寿司屋さん行ったらまず茶碗蒸しを注文します、お、もうね、茶碗蒸しは締めなんです、茶碗蒸し締めなんですよ、お酒飲みのあてやん、そうそうそう、
あの三かきにしんっていうの、そうあのね、あの本当にニシがニシンが8ね、なんかさ同じタイミングでさ同じボケをするのよ数式で表すのとさちゃんと言葉でニシンが8、あのうんあのすごいですね皆さん息が合うようで、磨きニシン、あ磨きニシンって言うんだ、そうそれがすごく好き、確かにお酒のつまみには合いそうだ、お寿司屋さん行ったら課長に5時になりますっていうでただおご、うん、ってもらってるね今日も米ランバチバチやな、ね、みんなバチバチだよ、カチカチ自分で言う言ってやるよそこまで求めるんだろうねお寿司が好きとかお寿司しかないやん、お寿司が好きなら押してくれるのいくらでも好きになりますせやっぱ酒飲みやなね、本当にあのきっと私お寿司もう居酒屋に早く行きたいんですよ、なぜかというと居酒屋のメニューどれもこれも美味しそうじゃんわかる、でもお寿司飲めない気がするの、お寿司お寿司お酒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 多分ねあの飲めないと思うの、あの家族ともどもさあの弱いから、だけどもうあの飲み屋さんの飲み屋さんのねメニューってめっちゃ美味しそうじゃん、食べたいの本当に食べたいの、明太もつ鍋さっき居酒屋で食べたけどデラうまかった、明太もつ鍋うんそれ美味しそう、アルコール飲まなきゃ居酒屋行っても大丈夫そうね、大丈夫かな、なんか居酒屋ね行きたいよね、ウーロン茶とか頼んだら、ね、頼みたい頼みたい、なんかさでもさ見たくれ見たくれっていうの見た感じ印象イメージなんかよろしくはないかなと思って、あのこの年齢の女子がさ居酒屋にさ入るのもさなんか見た感じなんか良くはないかなと思ってもうちょっと大人になったらね、もうちょっと大人になったら居酒屋さんに入ろうと思って、保護者同伴じゃないと入れないじゃん、そうだよねきっとそうだと思う、だからあのもうちょっと大人になったらね居酒屋さんに入行きたいですもちろん焼き鳥好き大好き焼き鳥大好き、でももう焼き鳥はあの塩が大好き炭酸苦手なら日本酒ワインかなね、日本酒かワインかね飲めるような人になりたい、なりたいね、ちゃんと晴れ着を着た後に行きましょう、そうですね、焼き鳥はどの部位が好き、まあ、何気にね皮とか好きなのあれそこやっぱ渋い、皮好きなんだよね、軟骨唐揚げ頼みがち、あ分かる、軟骨唐揚げ大好き、めっちゃ軟骨唐揚げ好き、皮しか勝たんだよね、皮好きなんだよね、めっちゃ皮好きだし軟骨も好き、普通に居酒屋行って料理とノンアルしますよ、え連れてって一緒に行っていい一緒に行っていいかな、もうちょっと中身おっさんそろそろ皮剥こうかなちょっとなんかこうやってドラマかってね、こうやってやったらなんかさもう素の顔出てくるやついるじゃんそろそろ皮剥こうかな本当に連れてって本当に一緒に行こう、みんなさ一緒に行こうよ、絶対みんなと一緒に行ってさなんていうの一緒に楽しめる自信あるんだけど買わないだら中から40歳くらいのお姉さん出てきたりしてルパンだったんだね、ルパンだったかもしんないわ、それくらいもっちゃんからもっさんってなったらやだね、もっちゃんもっさんもっさんにならないや、おっさんになったらどうすんのよでも本当にでもみんな一緒にさ居酒屋行こうよ、みんな一緒に行こう、
本当に絶対息合うってもうみんなと一緒にお話ししたいもん。もうさあ大変お年を召した感じが本当だよ。本当にねみんなと一緒にね絶対さ味の好みもいいしさ味の好みも似てるし話のタイミングもきっと合うんだろうなと思う。デビュー当初からいずれあだ名がモッサンになるんだろうなとは思ってます。え本当に何その予言どうしよう本当になんかそれ本当になりそうだな怖いな。後輩できたらモッサンって言われそう。どうしよう後輩になんて呼ばれたいかな。もっちゃんさんって長いもんね。萌えさんなんかそれも嫌だね。萌えでももっちゃんさんかな。もっちゃんさんかな。グッドモーニングさん。あそれだな絶対それだな絶対それだ。だって萌え先輩にもグッドモーニングちゃんグッドモーニングって呼んでいただくこと多いからさ。もうそうなるとモッサンさんってモッサンさん萌え萌えさん。あ萌え萌えさんありそうだね。萌え萌えさんって呼ばれるかもしれない。難しい。モツさん、グッモエさん、杉本さん、でも本当にグッドモーニングさんって呼ばれそうで怖いな。グッさん、杉本モエさん、杉本フルネームはやだな。ボス、杉本軍団にする。あハッピーメリークリスマス。一日遅れだけどメリークリスマス。もう本当に杉本萌さんリリカそうだよ。杉本萌ちゃんだからまだね杉本萌ちゃんで杉本萌ちゃんって言われたから違うよもっちゃんでしょって言ったらあもっちゃんなんか苦笑いされながら もっちゃん言われてるんだよね。なんかしぶ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 あもっちゃんごめんリリカごめんってもう脅しながらもっちゃんでしょって。あ もっちゃん可愛いから許すもうなんかもう圧かけてるみたい。なんか嫌な先輩みたいになってるよね絶対ねもっちゃん可愛らしいね本当にありがとう。人で呼びたのねしっくり来ないのかなリリカちゃんには。なんかねしっくりは来てるっぽいよ。なんかなんかもっちゃんって呼ぶねって言ってくれたのも萌えはもっちゃんって感じだったらしいから。お52分ありがとうございます。だからもっちゃんって呼ぶねって言われたんだけどだとしても全然呼んでくれないのなんでってみんなから圧受けてる。そうリリカみんなから圧かけられがちなの。もう52分早だよね。今日何話してた今日何話してたっけな。迷いしてたメンバーもっと圧強かった本当にリリカちゃんのクリクリお目目好きすぎもともえ好きすぎもともえっていいね。そういえば長野のラジオでもっちゃんが善光寺周辺って言ってて勝手に湧いた。なんで湧いたの湧いてくれたの。やった湧いて湧いてグツ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 。もう今日野菜スープグツグツしすぎて湧いてた熱しすぎてねグツグツ湧いちゃった。だからそれは湧くよね。なんで善光寺周辺って湧くの。善光寺周辺沸騰してきたんで、そう沸騰しちゃったんだよね。煮詰まってたよ。そう煮詰まりすぎちゃった。あ、瓶鶴でってことか。テレビジョンの話とか。あ、テレビジョンの話。そうテレビジョンにねテレビジョンさんの取材の記事を上げていただいたんですけど、なんだろうなんだろうな、そう先輩方と出していただいて、
結構ね緊張はしてたんだけどね、すごく貴重な経験をさせていただけて本当にありがたかったです。あの取材またなんていうの、取材していただけるように頑張ります。あ、ななこさんに全国周辺で一番可愛いって言ったのがきっかけ。ななこさんがよく全国周辺で一番可愛いって言われてた、だからかだからか、その善光寺周辺だったのね。それは存じ上げておりました。そこで湧いたのね。なるほどなるほど、そういうことか。レモンは持った、レモン持たないレモンは持たなかったです。これは、うん、新曲の衣装じゃないですあ、55分、あ、大変大変。じゃあ今日の分の壇上を読もうと思います。じゃあ13位からいきますね。13位、白鷹さん、ありがとうございます。12位、ケータ&カレーさん、ありがとうございます。11位、D山さん、ありがとうございます。10位、秋広さん、ありがとうございます。9位、パックさん、ありがとうございます。8位、新州さん、ありがとうございます。7位、マキさん、ありがとうございます。6位、スイバラの赤 T さんさん、ありがとうございます。5位、P さん、ありがとうございます。4位、マーサンさん、ありがとうございます。3位、セッテンガーさんさん、ありがとうございます。2位、福吉さん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんです。ありがとうございました。そして今日もたくさんのギフトありがとうございました。応援ありがとうございます。ということで今日ももう終わっちゃった、早いよ。いつかの公演応募したけど当てるかな。お、そうだそうだ、あれだ、年明けの1月のね公演スケジュールが発表されたので、ぜひもしご都合合う方いらっしゃったらぜひ会いに来てください最近コメントの流れが早いね。確かになんかドハーってきてる最近ちょっと拾えなくなっちゃってるところあるかもしれないけどごめんね。でも全部見てます。8日やと投げれるぞ、待ってるぞあ、スクショタイムしようしよう、スクショしよう、スクショしよう。明日はどんながいい。お、まだ引っ張るか引っ張ろう引っ張ろう。よし、じゃあいきますね。せーの、ミリークリスマスってどんな感じ？いくね、せーの、一日遅れのメリークリスマス、パシャ、いい感じですか？できましたか？オッケー、じゃあどうしよう、リボンが、あー、リボンは見えない。リボンと帽子の赤が被る、確かにこんな感じだいぶ遠いけど逆側がいい。なるほど、こういうことか。ああ確かに、うわ確かに、よし、はい、チーズ、よっしゃ、いい感じでしょうか。うん、そう、これね、え、なんかすごく腕がなんかヒューヒューする、え、ヒューヒューする、腕がヒューヒューする、え、腕がヒューヒューする、腕がヒューヒューするよ、なんで、すごく腕がヒューヒューする、なんだろう。あ、そう、腕ヒューヒューの後ろで思い出してんだけどねえ、どういうことだよね、半袖なんですよ今本音を言う、寒かったでもみんなに萌えのサンタさんの姿を見てほしくってね、我慢した、かゆいかゆい、ひょんひょんとはね、だよね、震えてはない、なんかひょんひょんする何事何事、ね、本当にありがとうございました。59分大変大変、それではね、早く行って袖送るから本当にそれこそ袖を
ピクピクする。え、わかんないの。なんか負けたらヒョンヒョンすんの。負けたらヒョンヒョンすんの。何何？何な？なんだこれは。あの、まあいいや。とりあえず本当に今日もありがとうございました。それじゃあ良いクリスマスを過ごしましたね。もう過ごしましたね。だから良いクリスマスをありがとうございました。じゃあもっちゃんサンタ、これで見納めだみんな。またねー、ありがとうございました。またねー、おやすみ。今日もお疲れ様でした。またねー、おやすみ。